皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は中学校の歴史、大化の改新前の2人はというタイトルで、改新前の中大江王子と中富の鎌谷について説明していきます。この中大江王子は626年に助明天皇と光玉天皇、実はお母さんも天皇になる人だったんですね。この二人の子として生まれました。その当時は蘇我の蝦夷とイルカが権力を握っている時代でした。なぜこの二人が権力を握ったかというと、実は蝦夷が後押しした田村の王子ね、これが天皇になったからでした。自分の言うことを聞いてくれる人を天皇にしたんですね。この天皇が実は中大江王子のお父さんの助明天皇だったんです。そのためにこの蝦夷とイルカ、ね、権力を握っていました。そして642年にこの助明天皇が亡くなると、やはり自分に都合のいい中大江王子のお母さん、これが天皇になります。これは光玉天皇になったんですね。そして翌643年、蘇我氏の独裁体制を、ね、しっかりしたものにしたいと、絶対的な力を持ちたいと思ったイルカは、邪魔になった山城の大江の王子、実はこの王子は馬宿の王子の息子さんです、ね、聖徳太子の息子なんですね。この王子を襲います。そうすると山城の大江の王子は、ね、奥さんと子供と一緒に自殺に追い込まれてしまったんですね。これを知った中大江の王子は、ね、天皇になる資格を持っている自分も殺されちゃうんじゃないかなと考えました。じゃあ次は中富の鎌谷に移りますね。中富の鎌谷、小さい時から学問が好きで、助明天皇の弟、助明天皇というのは中大江王子のお父さんですね、この弟の狩野王子に可愛がられました、ね、そして中国から帰った僧、民という僧なんですけど、この人が開いた塾に通って、イルカとは実は同級生だったんですね。先生、同じ先生に学問を学んでいたんです。そして二人はここでは一二を洗う秀才、ね、当時は日本ではこれトップクラスですから、日本で一二の秀才だったんですね。でここで学んでいるうちに、この中富の鎌谷、天皇中心の国を作ることを考え始めます。そんな時に山城の大江の王子の事件で蘇我氏を倒すことを決心しました。中富の鎌谷、ね、山城の大江の王子を尊敬していたということですね。その王子が殺されたので、蘇我氏を倒して天皇中心の国を作ろうと固く決心したんですね。でも中富氏という豪族はそんなに力のある豪族ではないので、蘇我氏に、ね、対抗する力はないんですね。そこで考えたのは、天皇家の人物を自分たちの、つまり蘇我氏を倒すリーダーにしようとか、ね、こう考えました。そこでちょうどね、中大江の王子と出会うわけですね。でも中大江の王子は皇族、ね、中富の鎌谷は、ね、まだ弱い豪族ですから、直接会うことはなかなかできませんね。でどうやったらいいかなと、ね、どうやったら会えるかなと考えていた時に、この狩野王子が、ね、中富の鎌谷に、この中大江の王子が宝光寺の蹴鞠会に出るよということを教えます。で
鎌谷はこの宝光寺に出かけて王子と会うチャンスをね掴もうとするんですね。そうするとチャンス来ましたね、自分は蹴鞠に参加することはできないんですけど、ちょっと隠れたところで離れたところで蹴鞠を見ていると、鞠を蹴った時中野大江の王子の靴がポーンと脱げて飛んできたんですね。そこに鎌谷がいて、鎌谷がその靴を拾い上げて、ね、中野大江の王子にこう渡したと。これがきっかけとなって二人が知り合って協力して蘇我氏を倒す計画を立てていきます、ね、この時鎌谷31歳、ね、中野大江の王子は18歳でした、ね、二人で協力して蘇我氏を倒そうという計画を立てるわけです。それでも二人だけだとまだ心細いので、蘇我氏の一族から自分たちに誰か協力してくれる人を見つけようと考えました、ね、蘇我氏の中でもこの恵美氏とイルカみんな仲がいいわけではないんですね。やはり反感を持っている人がいたんです。それが蘇我の石川麻呂という人です。二人は蘇我の石川麻呂を味方にして、この石川麻呂の娘、これは中野大江の王子と結婚しました。そして計画を立てながらイルカの暗殺した後の準備もしていたんですね。どういうことかというと、蘇我のイルカを殺しただけでは多分豪族も人民も自分たちのことを信用してくれないと。じゃあどうしたらいいかって考えたわけです、ね、まずやることはお母さんの光玉天皇にまず天皇から退いてもらう、そして新しい天皇を立てるということでした。だけれどその天皇には自分自身はならないと。もし中野大江の王子がすぐ天皇になったら、天皇になるためにね、イルカを殺したということになってしまいますから、そう思われるのを防ごうとしたんですね。じゃあ誰を次の天皇にしようかと考えた時、名前が挙がったのがカルノ王子ですね。お父さんの弟、ね、この人を天皇にしようということになりました。じゃあ自分はどうするか。ここで馬宿の王子の政治を真似ようとしたんですね。馬宿の王子、推古天皇の摂政として、ね、推古天皇に代わって政治を行いました。中野大江の王子も同じように考えて、ね、カルノ王子が天皇になったら自分は皇太子になって天皇の代わりに政治をしようと考えたんですね。そうすればみんな自分が自分の私欲でイルカを殺したんじゃないと思ってくれる、そう思ったんですね。で、そうしている準備が進むうちにイルカを暗殺するチャンスがやってきました。それは645年の6月12日でした、ね、宮廷で朝鮮三国の使者を迎える儀式、これが行われるので、これを利用してイルカを暗殺しようとしたんですね。この時この使者の書を天皇の前でこの蘇我の石川丸が読むことになっていたんですね。で、その読んでいる最中に襲いかかっているかを殺そうということになっていましたね。ですからこの宮廷で、蘇我の石川丸が読んでいる時、実は中野大江の王子とあと若い男の人が2人ね、この宮廷の中に隠れていました。でもイルカって当時すごい権力を持っていた人なので、今に言う言い方だとビビってしまったんですね。石川麻呂は読みながら手が震えたと言います。また若者ももう怖くて怖くて飛び出せない、暗殺に飛び出せない、そういう状況になった時、ね、
中野大江の王子がこの二人を連れて飛び出してイルカをバッと殺して暗殺が成功しました。これも一種の変と言います、勉強している中でこの一種の変が大河の改新だと思っている人がたまにいますけど、そうじゃありませんね。大河の改新というのはこれをきっかけにして始まった政治の改革のことを大河の改新と言います。で、イルカ暗殺成功しました、一種の変で。でもお父さんの蝦夷が残っていますよね。ですから蝦夷が自分たちに仕返しに来るんじゃないかというので迎え撃つ準備をしていた時、この一種の変の次の日に蝦夷が自分の家に火をつけて自ら命を絶って、これから大河の改新が始まっていくわけです。今回は大河の改新の前の中野大江の王子と中富の鎌足、この二人について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。